K1 公式 SNS では K1 の最新情報をはじめ、各 SNS でオリジナル動画やコンテンツを随時配信中。フォロー、友達登録してパソコン、スマホで K1 を楽しもう。この試合は K1 甲子園ルール2分3ラウンド延長1ラウンドで行います。1ラウンド中に2度のダウンで KO となる2の K1 甲子園2015高校生日本一決定トーナメントアンダー55キロです。決勝戦2分3ラウンドマッチ延長1ラウンド、青コーナーに戻っていった椿原達也、大阪対しては最強春馬。1ラウンド中2回のダウンで負けとなる2ノックダウンシステム、3分3ラウンドではありません、2分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。第1ラウンド眼光鋭く、いや返していったのが青いグローブの椿原です。構えが違います。最強サウスポースタイル、そこに左のハイキック、椿原速い、左ハイといえば最強も得意としている形です。マサトさんもスピードそのものですね。スピードありますね。椿原選手の左ストレート、ノーモーションで、ごめんなさい、最強選手の左ストレートいいですね、すごく、はい、赤いグローブ椿原、その左の攻撃サウスポースタイルから放っていきます。椿原の方は逆の構え、左手を前にしております。さて中村さん、はい、今年も高校生日本一決まりますね。そうですね、結構まあ2人ともここまで勝ち上がってきたキャリアが違うというか、はい、椿原選手はアマチュアの K1 チャレンジという大会で優勝して、その時に、ね、前田プロデューサーもすごくこう絶賛していた選手で、逆にも最強選手もプロでも活躍してこの K1 甲子園を取りに来た選手なんで、はいはい、左ストレート最強、距離の長い蹴りは椿原です。関根さんも今年も甲子園楽しみだと思います、はい、しかし年々レベル上がってきますね。もう上がる一方ですよね、もうプロで活躍している最強選手がね、はい、もう出てるっていうぐらいですから。しかしこの椿原選手、高校1年生で1999年生まれですよ。そうですね、フレッシュですね。それに対して1998年3月生まれというのが最強、最強はクラッシュでの活躍もあります。最短 KO タイムは左ハイキックで7秒、スピードが武器と試合前にも語りました。それに対して1年の椿原、雅人さん、距離感などはこれどうご覧になっているんですか。最強選手がサウスポーじゃないですか、はい、でやっぱ最強選手のサウスポーからの左ストレートがやっぱすごく見づらいと思うんですよね、椿原選手、なのでやっぱり今は最強選手の距離かなと思いますね、はい、その手応えがあったか両方の拳を宙に突き上げました。赤コーナー最強春馬、第1ラウンドを終えています。さて関根さんにまず最初の2分間ですね、ご覧になった感想をいただきましょう。フレッシュですね、フレッシュ、はい、もうとにかくてね、もうパンチも蹴りもどんどん出していくじゃないですか、これが K1 ですよね。もう高校生の戦いも K1 なんですね、そのものですよね、気持ちいいですよね、見ててね、中村さん、クリッチもほとんどありませんでしたし、はい、これセコンド青コーナー、はい、椿原選手のお父さんが、はい、はい、これ挑発の方ですね、そうですね、はい、ついているんですね、まあ、やっぱり椿原選手やっぱり自分でも言ってるみたいに、やっぱどんどんこう、まあ、手数出して前に出て思いっきり戦うというのが一番持ち味ですし、それが勝つ、近道だと思うので、それを、ね、この後もどんどんぶつけていってほしいと思いますね。さあセコンドアウトの声がかかって第2ラウンドです。2分3ラウンドマッチ、左ミドルから赤いグローブの最強、ワンツーのパンチは青いグローブ椿原。大阪勢が強かった中村さん、それ以外からは最強がたった一人上位ということなんですね。そうですね、そんな中で椿原前進ミドルキック中段の蹴りからです。幼稚園からの空手歴がある椿原、パンチに蹴りバランスよく繰り出してきます。最強先輩、テクニックパワーとも全て上でも負ける気もないというのが椿原です。ボディーストレートから一つ空振りしましたが、パンチも相当パワーがありそうです椿原。
さて、正人さん、ここからですね、はい、どんな展望されますか。まあ、どんな展開になるか、まあ、ちょっと難しいですけど、でもお互いやっぱりあの高校生とは思えないくらいあのしっかりしてますよね。あの基本がパンチの打ち方、蹴りの蹴り方、はい、しっかりしてますね、本当に。しっかり蹴れてるし、はい、打ててますね。最大の武器があったんですが、ここでホールディング、中村さん、はい、初めて一つ、そうですね、はい、まあ、ちょっとね、距離が詰まって、はい、クリンチになってしまいましたけど、1分、椿原に対してありましたが、その後それを振り払うかのようにパンチ。あ、今これこうして組んでの攻防というのは中村さん、はい、いけないんですかね。そうですね、これはまあ禁止ですね、はい、接近しての突き、椿原の右、突き返しての最強。まあ、でも椿原選手もアマチュアで1年生ですけどね、プロの最強選手は堂々戦ってますよね。3年生最強、はい、やっぱりちょっと最強選手の方がパワーがあるかなっていうのが、なんかこの2ラウンドになってパワーの差が出始めたような気がしますね。そうですか、ちょっと体もやっぱり最強選手の方が大きいですよね、やっぱり。いやいや、そうですね、その骨格という点でもやはり2年違えばというポイントがあると思います。左ハイ、前蹴りは右でパンチからローを見せていくのが椿原。時間が、おっと、これ大丈夫か。ローブローとなりました。タイムストップです、タイムストップです。いや、しかし関根さんもお互い引かないというところは十分見て取ることができますね。本当にレベル高くて、なんか K1 の将来が明るいっていう感じですよね、16歳17歳でね、はい、これだけのファイトをするって。あ、今相当苦しそうな表情を椿原が見せています。お互いこの K1 甲子園準決勝まで思った以上にハイレベルだったというふうに語っています。あ、今も中村さん、スウェーバックしてたんですね、最強、ね、うん、ここで第1ラウンド終了です。しかし、ややそのローブローのダメージもあったのかという椿原達也、それが一つ心配です。正人さんからはパワーの差が少しだけ出たかなという、はい、そうですね、やっぱりあの2歳差ですよね。あの、この年齢の2歳差っていったら、やっぱりちょっとだいぶ筋量とかも違ってくると思うんですよね、はい、パワーも違うと思うし。そうですか、で、あとやっぱあのローブローとかで効いてしまうとスタミナ的にだいぶロスするんですよね。これは大きいようですね。そうですね、はい、今その回復に努めているというのが中村さん、明らかに見えますよね、はい、そうですね、まあ、続行しましたけどね、まだちょっと影響あるのかなというような、まあ、仕草ありますけど、まあ、次がね、あの最後のラウンド2分間になるんで、はい、まあ、そこで椿原選手も、まあ、最強選手も、あの、どんな試合するのかですよね、はい、赤コーナーはセコンドの声にはいと大きく答えて出陣です、最強春馬。ラウンド3ラスK1 甲子園2015アンダー55キロ決勝戦、左ハイは赤いグローブ最強、蹴り足を掴んではいけません。青いグローブの椿原、全身全身のファイトを見せ続けています。ローブローがあってもそれは変わりません。関根さん、激しい打ち合いですが、はい、期待することは何ですか。いや、もうこうなったらもう思いっきり打っちゃってほしい、ということはもうこのままで構わないということに。そうですね、左ハイ、上段の蹴りは1年生椿原、右ストレートは3年生最強。最強は最後のチャンスです、この K1 甲子園。1年生で清掃というのが椿原。さあ、タイムストップがかかっています。あ、両者に対してのホールディング、つかみがあって警告、中村さん、注意ですね、2人に対して注意です。左中段最強、さらにハイキックへ。それでも正人さん、椿原前に前に出てくる、前に出ますね、やっぱりあの若さですよね、とにかく前に出て、その戦いを見せると公言しました。だいぶあのローブローのダメージはあるかなという気がしますね。まだそうですか、ね、あると思いますね。そしてタイムストップ、今度は椿原に対して警告となっています。ホールディング警告1位、もう一つでイエローカードとなってしまう、これには注意しなければいけません。前にそれでも前進して右で振り払って、あ、少しこういうところもダメージとパワー、ダメージとあと、そうですね、やっぱパワー、体の体格の差がちょっと出てますね、少しバランスを崩すようになりました椿原。
前蹴りでさらに腹部への攻撃といくか最強。残り時間30秒を切っています。あ、そしてまた今度はニュートラルコーナー、イエローカードが2人に対して中村さん、そうですね、出されてしまいましたね。ともに減点1。いや、しかし最後にその闘争心燃やし尽くしたい甲子園最後の戦いが、左ミドルキックの最強椿原がその戦い制してやるんだとハイキックを放ったところでまたブレイクです。中村さん、これ両お互いですね。そうですね、はい、2人に減点にイエローカードが出されています。それでも時間がない。最後はどっちだ。最強前進からストレート、位置を入れ替えて椿原、最後はミドルキックへ。ここで6分間は終了しています。勝敗は判定によって決まります。関根さん、どうご覧になりましたか。はい、やっぱり最強選手プロで5戦やってるっていうね、キャリアの差がちょっと出たような気がしますね。そうですか、戦いの上でもやはりそこを目につきましたか。はい、やっぱりスタート正人さんが言ってたように、はい、ちょっとパワーっていうんですかね、それとこの大舞台でのこのなんていうか観客の中での慣れっていうのもね、はい、やっぱりあるみたいな。さあ、あとはジャッジがどう下すかです。赤最強榊原選手、いい選手ですね。でも椿原選手、そうですね、これ魅力的な選手になりそうですね、まだ16歳です。これから体で できますからね、はい、ジャッジ芹沢28歳27青椿原。おお、一人目椿原。おお、ジャッジ豊永28歳27赤最強。最強一票返しています。さあ3人目です。ジャッジ和田28歳27赤最強。最強春馬。K1 甲子園2015今年のアンダー55キロ覇者と輝いています。その判定は2対1スプリットでした。関根さん、思わず最初にそうですねという声を上げました。はい、結局3社とも28対27という結果ですね。これにより優勝は最強春馬です。限定がありましたからね、2人。そうでしたね、だから実際的には30対29ってことなんですね。それでは優勝いたしました最強選手には K1 プロデューサー前田健作より。さあ、正人さんにも改めて感想から伺いましょう。そうですね、まあやっぱり高校生とはいえどもやっぱりレベルが上がってますよね。やっぱりちっちゃい頃からやってるんですよね。もう2人ともそうですね。そうですよね、はい、やっぱりしっかりしてるんですよね、パンチも蹴りも、はい、これもっと年を重ねていってきっと力がついてくるんで、パワーがついてくるんで、はい、そうするとどん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 さらにいい選手になっていくんじゃないかなと思いますね。やっぱり基本がものすごい大事なんで、はい、やっぱり基本が2人ともできているんで、これからが楽しみですね。やはりそこを省略しないファイターというのはこれ嬉しいものですか。いや、基本ができてない人は途中で必ず壁があるんですよね、はい、でその壁を乗り越えられないとなると思うんですよね、やっぱ一番の強くなる近道っていうのはいかに基本をちゃんとしっかりできるかっていうことなんで、はい、2人がそれを実践してさらに成長の戦い見せてくれました。さて中村さん、はい、このベルトがまず今年1人目最強の腰にやってきましたね。そうですね、まあ、最強選手本当にこう、まあ、プロも実績あるんで、まあ、こう他の選手からこうマークされたりとか、やっぱ注目されている中での試合だったと思うんですけど、まあ、それ跳ねのけて、まあ、しっかりこう優勝という結果を残して、まあ、3年生で、ね、最後に優勝したというのもちゃんと一つの形になったと思いますし、はい、まあね、敗れた椿原選手もまだ1年生でこの最強選手とあれだけの試合やったんで、まだ、ね、来年再来年と K1 甲子園こう優勝するチャンス残ってるんで、はい、椿原選手の方にも期待したいなと思いますね。いや、悔しさが前面にという椿原、しかしそうですね、まだまだこれから。この2人に、はい、まあ、僅差で負けてった選手がいっぱいいるわけですよね、はい、だその選手たちが、まあね、追いつけ追い越せてくるからまた楽しみですよね。どんないい選手が出てくるか、
他にも1年生の強豪、2年生たくさんいますからね、はい、それで若いから、はい、もう伸びが早いですから、来年はどうなってるか分かんないですよ。いや全くです、そんな中で少し惜しく、それではお兄さんにも見えます、最強春馬、ベルトを腰に巻いて、今これは一生忘れることのないリングでしょう。令和甲子園2015高校生日本一アンダー55キロ、勝ちました最強春馬、強敵難敵でした椿原達也、そしてこの2人の戦い、今後のプロのリング K1 のリングでまた見てみたい、そんな気もいたします。そうですね、今夜の段階ではおめでとう最強春馬。